お疲れ様です。競輪樹チャンネル樹です。宇都宮競輪ナイター準決勝となっておりますのでね。十十一十二。展開予想をかけていきたいと思います。まずは宇都宮競輪五百メートルバンク。直線が六十三点三メートルと長いです。 1一着の決まり手、逃げ24、まくり29、差し47とね、えー、ここ500メートルバンク、直線が63.3メートルあるんですけれど、逃げの決まり手が24%あるというね、えー、特殊バンクということになっております。えー、それだけ仕掛けが遅くなると、えー、最終選考を取るのは大体ホーム過ぎぐらいなのかなという部分がありますよね、えー。ホーム過ぎぐらいからですと、まあ、一周残りね、400メートルちょいぐらいというところになりますので、えー、S 級の強いね、えー、自力型ですと、そのまま 逃げて逃げきってしまうという、ね、特殊バンクと。えー、2着逃げ13まくり13差し38マーク36、えー。その割にはねやはり直線が長いだけにマーク型も突っ込んでこれるという、えー、バンクになっておりますので、ね、ここ、筋違いもしっかり出ると。えー、ライン決着もあり、筋違いもあるということでね、えーまあ、500メートルバンク、なかなかね今、えー、競輪場自体が少なくなってきてる中でね。 かなり希少性の高いね、面白い競輪が見れるバンクではないかなと思います。それでは10レースメンバーを見ていきましょう。1番竹村、2番勝瀬、3番菊池、4番東、5番小野、6番柿沼、7番牧田となっております。ラインの方を確認していきましょう。3、5、1と3番の菊池に5番の小野、1番の竹村と3番の菊池。 初日はね、ここ何かするでしたけれど、ここもね、前で頑張るということで、えー、得意のね、自力を出していくのかどうかと。えー、6番の柿沼、短期、7、4、2と。7番の牧田に、4番の東、2番のね、活性が回ります。えー、2分線プラス1ですね。 まずはライン先頭走る自力型比較していきましょう。3番の木口、バック1回ホーム0回、逃げまくりの決まりとはついておりません。差しが3のマークが7ということなんですけれども、まあ前回る以上はね、飛びつくのが、それとも中段に下がって3半まくり追い込み。まあ基本的にね、菊池は3半まくり追い込みというね、自力を出したいんじゃないのかなと思います。下手すると必殺のね、飛び道具、かましがうなりを上げるかもわかりません。 6番の柿沼、アバック0回、ホーム0回、逃げの決まり手が0、まくりが1、差しが5、マークが1ということでね、A から上がってきてる選手ですので、まあ多くは望めないということになっておりますので、まあ先手ラインに乗っていてね、コースが開けば2着、3着に突っ込んできてくれると、穴候補と。 7番のマキタバック9回、ホーム8回、逃げの決まり手が4、巻き手が2、確かにマークが0と、ここでは先行マークリで戦いますということでね、A 様の菊池相手ですから、楽に主導権を取ってね、そのまま粘りに粘りたいところと。さあ、スタートですけれどね、ここはまあ、前からね、前々から何かしたいということで、3、5、1、ここをね、前受けするでしょうね。そして、7、4、2がいて、6番は、 間に挟まってるのが、逃げていくのが742ラインなんで、この後ろを追走してるか、どちらかということでしょうか、えー。ジャン前からホームぐらいにかけてですよね、えー、742が一気に襲いかかっていくと、えー。6番が少しついていけなくて、351が中段に収まるというふうにね、考えました。まあこうなってきますとね、4番の東。 ここがね、えー、番手でさばいて抜け出すということでね、えー、軸は4番の東からいきたいと思います。穴なんですけれどもね、菊、ね、池、初日の特選も制してますので、えー、3番の菊池の3半まくり追い込みから狙っていきたいと。えー、まずは4番の東から、えー、7番。 2番ということでね、ラインの前後をつけて、そこにまくり追い込みで襲いかかってくる3番の菊池。4から7、2、3、折り返し線、ね、こちらが本線。まあ、ここがね、勝負どころかなと思います。あとは4からの抜けね、5番の小野と6番の柿沼、こちらの方をつけて、そして3番の菊池継承のまくり追い込みが炸裂したとき、5番の小野、ここはもうね、ラインですので、ね、特注と。7番の巻田が粘りに粘る、2番の勝瀬が、 4番のね、東の後ろからね、抜け出してくるということで、3から5、7にこちらの方をしっかりと押さえていきたいと思います。続きまして、11レースメンバーを見ていきたいと思います。1番福田、2番小原、3番渡辺、4番柴田、5番野口、6番秋田、7番竹内となっております。ラインを確認していきます。5、1、3。5番の野口に1番の福田智也、3番の、ね、渡辺春友が回ります。 4番の柴田は短期、2、7、6、2番の小原に、7番の竹内、6番の明田ということで、3対3対1、2分線プラス1となっております。ライン戦闘を走る自力型、比較していきましょう。5番の野口、バック24回、ホーム26回、逃げの決まり手が16球、それ以外はついておりませんということで、え初日の特選はね、 えまさかの突っ張りにあいまして、できれずということでした。えー、まあ,あれがね、えー、野口の飛ぶパターンということになってます。ここはしっかりとね、えー、先行して、見せ場は作ってくれると思います。 4番の芝田、バック0回、ホーム0回、逃げ、まくりの決まり手はついておりません。確か6のマークが7ということで、まあ、ミスター2着と私の中で思ってるんですけどね、最近はしっかりと1着も取れて、差し足の方も磨きがかかってきたのかなと。ここは先手内に乗っていて、直線強襲狙いたいところです。2番の小原、バック11回、ホーム12回、逃げの決まり手が5、まくりが2、確かにマークが0ということで、こちらはね、先行基本に戦っております。野口相手にしっかりとね、先手を取って、 ってしまえば5番の野口まくりなかなかねそこまで決まりませんので2番の小原ラインでねかなり上位独占というところもあるのかなと、まあ、スタートはね1番の福田智也がいますし513で受けるとそして4番がこの後ろ276が後方からの仕掛けとそこで276がね仕掛けに行くんですけれどもう初日ね突っ張りにあって野口 やられてしまったということがあるんで、えー、ここはもうね、早めでも、えー、5番の野口の突っ張り先行、このまま最終ね、ゴール戦まで突っ走るという、えー、ことになりましたので、えー、ここはね、えー、ちょっとそれは早がけすぎるだろうと、えー、いうことで、1番の福田智也から狙っていきたいと。えー、抑えは2番の小原が、えー、5番の野口を叩けたとき、7番の竹内が抜け出すということで。 まずは1番の福田智也から、えー、5番の野口が早掛けになるのでね、えー、少し手広くいきます。えー、まずはラインマークで5番3番、ラインの前後をつけて、4番の柴田が突っ込んできてくれることを期待。そして7番の竹内が空いたコースを見つけて突っ込んでくるということで、1から5347折り返し前、こちらが本線。そして1から抜け、2番の小原、ここも、ね、しっかりと狙っていくと。で、あと7番からの竹内は軽くです。でここは軽く。 ということでね、えー、ラインの2番の小原をつけて、えー、6番のあけた、ここもね、ラインということで、ラインの前後をつけまして、えー、4番のおしばたの突っ込み、7から2、6、4。ここはもうね、4番が絡んできてくれれば後輩とというところ、えー、しっかりとね、狙っていきたいと思います。最終12レース、メンバーを見ていきたいと思います。1番山岸、2番橋本、3番成田、4番武藤、5番新山 6番望月、7番神山となっております。ラインを確認していきましょう。174、1番の山岸に7番の神山、4番の武道が回ります。2番5番、2番の橋本に5番の新山 6番3番、6番の望月に3番の成田ということで3対2対2、ライン3分線です。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。1番の山岸、バック2回、ホーム2回、逃げの決め手が1、マクリガニ、サしガニ、マークガニと、えー、マクリサし先行ということで自在タイプ。えー、初日は、ね、野口相手に突っ張りましたけれど、あれは、まあえー、特選、別に7着でも準決勝に乗れるということがあったので、見せるレースをしたということですね。えー、ここは中段取りからのマクリ一撃狙いだと思います。えー、2番の橋本、バック7 ホーム6回、まくりの決まり手下さんそれ以外はついておりませんという、ね、ことですけれど、えー、2番の、ね、橋本、ここも、ねえー、しっかりと自、ね、力、えー、を出して、えー、まさかの土手がましがあれば、えー、5番の、ね、新山正史がにやりと笑う,笑う場面もあるのかと。そして6番の望月、バック9回ホーム11回。 逃げ抜決まり手5、それ以外はついておりませんということでね、ここも逃げれば強い望月ですから、しっかりとここもね、主導権取って、あとは3番の成田に残してもらうというね、レースを心がけていくんじゃないかと。 スタートは1番の山岸が取るということで1、174が前受け、2番の橋本がすかさず中断キープ、6番3番は外枠引いておりますね、後方からの仕掛け。そうしましてね、このまま淡々とねレースが進みまして、ャンマ前、一気のかましということで、6番3番が一気のかまし、ここに2番5番がしっかりとついていけるのかどうか、174が中断取っていれば、1番の山岸のまくりがね、うなりを上げてくるというところでね、いたし方なしなのかな という気がしますあこうなりますとね、はいえー、3番の成田さば、えー、いて抜け出すということでね本戦は3番の成田から押さえはね、えー、1番の山岸のまくり一発というところで押さえていきたいと思います、えー、まずは3番成田から、えー、6番 望、えー、月ラインですので、つけます。そこに一番の山岸が襲いかかってくる、二番の橋本も襲いかかってくる、両自力をつけて、あとは七番の神山雄一郎、初日のね、えー、伸び足はさすがということで、三から六、一、二、七、折り返し線、こちらが本線です。えー、押さえは一番の山岸からということで、えー、まずはラインマークの七番の神山雄一郎。 6番のもちきが粘りに粘る。2番の橋本がまくり追い込み。5番の新山が橋本に乗って抜け出してくるということで、1から7、6、2、5こちらの方で狙っていきたいと思います。さあ、宇都宮、ね、えー、準決勝。意外と後輩等が連発するんではないかということでね、500メートルバンクの恐ろしさ、しっかりと見せていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。